んにちは、バランです。今日は少し前の動画でこのスライスしたドライフルーツをたくさん作りました。このドライフルーツ見た目がとっても可愛いので、何かにこういろいろ使えないかなって思っているんですけど、少なからずこういったドライフルーツには水分が入っているので、なかなかこうレジンのアクセサリーには不向きなので、ちょっとアクセサリーとしては一緒に使えないなと思ってます。なんですけど、このスライスしたドライフルーツの形をどうにかワイヤーで再現できないかなと思って、今回はちょっとそういったアクセサリーを作ってみたいと思います。今日使うものは透明のレジン液、オレンジを着色するためのレジン着色剤オレンジと、マスタード、ブラックの3色を使っていきます。それからオレンジの形はゴールドのワイヤーで作っていきます。一番外側は20ゲージのワイヤー、内側の果肉部分を少し細めのワイヤーで24ゲージを使っていきます。そして今回オレンジの果肉部分にこのシェルのフレークを使っていきたいと思います。今回使うのはこの12色セットの中の、はじめにこの20ゲージのワイヤーをだいたい13センチにカットしました。この切ったワイヤーを丸くしたいので、何でもいいんですけど曲線をきれいに取れるような筒状のものを用意します。ここにワイヤーを当てて、この曲線に沿ってワイヤーを曲げていきます。そうするとこんな感じで綺麗な円ができました。あとはこの重なってる部分を切っていきます。これで丸い円が取れました。次に少し細め24ゲージのワイヤーを使います。これも13センチくらいにカットします。さっき作った丸よりも一回り小さくしたいので、同じ型で丸を作ってしまうと針金が細い分少しこう巻いた後にふわっと広がってしまうので、これよりも一回り小さな型があるといいと思います。今回はこの部分を使っていきます。同じようにこの曲線に合わせてワイヤーをくるっと巻いていきます。で、戻すとこんな風に少し広がるんですけど、こうやって戻した時に綺麗な丸になります。で、さっきの丸と合わせた時にこの間が 1、2ミリ空いていれば良いかなと思います。次にこのオレンジの果肉部分の三角形を作っていきます。内側のワイヤーと同じ細さの24ゲージのワイヤーで作っていきます。だいたい 4、5センチにカットします。で、今回はこの中の果肉部分の三角形はもちろん不揃いでもいいし均等な大きさでもいいんですけど、今回は均等な大きさの三角形をたくさん作っていきます。三角形を作るのにこのペンチを使っていきます。で、私は均等な大きさにするためにこのペンチの横幅を使っていきます。で、皆さんの持っているペンチと同じ作りかどうかちょっとわからないんですけど、私のペンチはこの先っぽに行くにつれちょっとこう細くなっていくので、先っぽで掴んでこういう風に型を作るとちょっと細い三角ができます。で、このもっと奥の方で掴んであげて両サイドを折ってあげるとこんな風に太くできるので、このどこの部分でワイヤーを掴むかによってこの幅が変わってきてしまうので、私のペンチはここにちょっとこう線があるので、ちょうどここの部分で合わせてワイヤーを曲げていこうと思います。
で、切れたこの三角がこの内側の丸の中にこんな風に並んでいくので、ちょっとこう大きさは合わせて同じようにこの三角を作っていきます。この果肉部分の大きさはこの内側の丸によって大きさが変わってくると思うので、ちょうどいい大きさを決めて切ってみてください。どうしてもこのワイヤーのつなぎ目部分が少し間が空いてしまうので、マスキングテープに貼る前にここをレジンでくっつけておきたいと思います。
というわけで今回はこのスライスしたドライフルーツをイメージしてピアスを作ってみました。ワイヤーでの再現は結構細かくなってしまうので、ちょっと私の力ではここまでが限界でした。今回のポイントとしては、この三角で作った果肉の部分、この中をこのオレンジのシェルを果肉部分として使いました。こう光の当たり具合でこうキラキラ輝くので、ちょっとこの中がこうなんかなんとなくみずみずしい感じになったかなと思います。今回はシェルを使いたかったので、この中にたくさん埋め込んだんですけど、もちろんシェルがない方はシェルなしでも可愛くできると思います。これはちょっとレモンをイメージしたんですけど、もう少し色味が濃くても良かったかなと思いますが、シェルなしだとこんな感じでかなりこうスケルトンになります。この周りの色はオレンジや黄色、ライムをイメージしてグリーン系で作っても可愛いと思うので、ぜひこの夏の時期にぴったりかなと思うので、参考にしていただけたら嬉しいです。こんな風に揺れるので耳元もとっても華やかになります。個人的にお花が大好きで、いつもワイヤーでお花ばかり作ってしまうので、今回は系統を変えてフルーツを作ってみました。少しでもこのフルーツのピアス可愛いなと思ってくださった方、ぜひぜひチャンネル登録お待ちしています。また明日の動画もぜひご覧ください。